九州は一つ。泥染め職人金井和人、自然にあるものだけを材料にした染色の技を守り続ける。匠の蔵、奄美の特産大島紬には30の工程がある。その一つが島に自生する定地木の煮汁で染める工程だ。和名がシャレンマイなんですけど、方言では定地木って言うんですけど、成長がえらい遅い木で、だいたい30年で、これぐらいなんですよ。伐採して2週間以内に作業しないといい色が出ないという。丸2日間大鍋でチップを煮込む。翌日、木に含まれる成分が溶け出し、深い赤の染料ができる。火を止めてチップを取り出す。一度に煮る重量はなんと600キロ。重労働だ。定地木は捨てるところがない。煮出したチップは燃料となり、その灰は藍染めの還元剤などにも使われる。自然の材料だけ、定地木の煮汁を取り分ける。まだ一回も染めてないと、はい、これをここに入れます。入れる。そしてこれをこういうふうに洗濯するみたいな感じですね。そうそう、これを80回ほど繰り返す。折りやすい太さにするのが熟練の技。白から真っ黒になるまでに大体3割から3割5分ぐらい糸が太るんですけど、周りにリング状に付着をしていく染色法なんですよ。だから最終的に織り子さんのところに行くと糸が太りすぎて折れないんです。定地木っていうのは季節帯も違うし、あ、山奥の木とか海岸端の木でも質が違ってくるんで大変な作業になります。その個性は今ここから始まってるわけですね。そうですね。